い、皆様にハオということで、イリスのアトリエエターナルマンの続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ね、前回は、ここのボスを倒したということでやっと道が切り開けたので、じゃあ先に進んでいきたいと思いますが、怖いこの辺とかね、宝物とかはね、取れないっていう。あれ？こっちじゃなかった？あれ？ちょっと出てみようか。普通に出れるんじゃないのかい？出れるんじゃないのかい？こっちかい？ということで、未開の地へ行きたいと思います。はい、誰もレベルアップしない。あー、崖いけるのか。崖ですね。おい、あんまりうろうろしないでくれなよ。危ないぞ。この辺りは地層が崩れて崖になってる。危ないから監視してるんだ。降りる前に言え。あれ？採掘所って。採掘所って。だよね。いらっしゃいませ。今日は品切れで店じまいです。な。品切れって普通に売ってるじゃねえか。私が品切れって言ったら品切れなんです。また来てください。あなた本当にフッテさん？あ、当たり前じゃない。どっから見てもフッテでしょ。これ入れ替わってるな。こう匂い、タバコ匂いがするにゃ。あなたもしかして、フッテさんが二人いる。どっちが本物だよ。姉さん、またこんないたずらして。ああ、もう帰ってきちゃったか。少し、もう少し楽しめると思ったんだけど。まったく、どうして姉様がいつもこんなことするわけ？だって面白いじゃないの。面白いってお客さんに迷惑でしょ？迷惑はかけてないわよ。お客なんてこの人たちしか来てないんだし。いつもはもっとたくさん来るんだから。はいはい、それじゃあまた来るわね。もう来ないで。もうまた姉さんにやられたわ。もう当たって初めてじゃないの？私がいない間に、なりすましたお客さんの反応を楽しんでるらしいの。まったくもうどうやって見返してあげようかしら。ぶつぶつ。あら、どうかした？いや、なんでもない。ごめんなさい、今日のところ姉さんちゃんと謝っておうか。機械油ってまさか、料理に使うんじゃあるまいな。あーったく、崖の下ってこうなってんのかよ。
おっちゃんを。棒から飲み。変な寄り道をしたわ。西は地盤が崩れていますので困難です。はーい。お前らじゃ足りないな。レベルアップなし。ああ、エンカウントが多い。やってやるさ。お仕置き完了にゃ。レベルアップがない。そして街もない。あったー、廃屋。とてかぼちゃん、さあ今回は帰るぞ。使い道がわからん。おっぽ、一個ずつ買っとくか。いつか料理に使うだろう。うわあ、うわあ、うわあ、ちくしょう。あれだろ、カズの材料になる火薬の石やろ。へえ、意外テンサスがそんなこと知ってるなんて。土のことの、土の中のことなら村で散々勉強させられたかな。知ってるなら話をしよう。そのリジェニー種を集めてきてほしいのさ。同じ種類のやつをまとめて、ここなるべくいいの持ってきてね。いいものを持ってきてくれたお礼も弾めよ。それじゃあよろしく。いやいや、持ってきてくれたみたいだね。そのレジェンにしてくれるんだい。爆弾向き。元来た場所には戻れないのか。うわーん、崖下から戻されるなんて聞いてないよ。おじちゃん助けて。これまた、うんだよね。泣くぞ、そろそろ。ノルの勝ちにゃ。お、上がった。7ポイントは足りんな。でもう一回右に行ってくださいでしょ。時間の無駄だ。ゴールデンなプニプニ。俺は止まらない。600コールくれたけど、
わるまで続けるだけだ。いただきにゃ。キル。あ、間違えた。ゴールってことは3回戦って金のプニプニの変換とするんかい。やってやるさ。わあ、めんどくさいシスターズ。だいぶユースたまってきたな。あ、ということで、とりあえずいけるようになったということで、今回終わりにしたいと思います。ねえ、いろいろと、まあびっくりだわ。それでは再チェーン。